も上手くて、で水泳ができて陸上ができてね、で若大将が困るとあの女の子が「あれ以上頑張って!」って言うともう何でもクリアしちゃうというね、ものすごいスーパースターでね、でこのライブ行った時に頭ずらなんじゃないかなって言おうと思ったんですけどやめました。前なら覚えてるや、1年前だと伝わらねえな、髪のない女だってここにはたくさんいるからな、悪いな、伺ってくれよ。あんた、あの子も何なのさ。ひらひらこの横浜横須賀やめたはずさ、あたいたちや挨拶です、マリのお客を取ったってそれはもう大騒ぎさ、人魚かいちゃいられやしれん、パンダ笹尾くん横浜横須賀言ったけどさ、なんだかまっすぐ走んないんだよね、足回りいろいろバラしてみてさ、あちこちいじくり回してみたんだけども、やっぱりまっすぐ走んないんだよな。でもってさ、よーく見てみたんだよ、テンションロッドクラゲットもげてんじゃん。未来この横浜箱使う、配線図見ながらサクッとテスター持ってあっちのヒューズこっちのヒューズいろいろ配線見てみてさ、結構古いからしょうがねえかなって思ったんだ。でもさ、よーく見てみっとさ、大元のヒュージブルリンクが切れてんじゃん。みなとの横浜箱塚さ、いろんなところに原因があるんだよね。ヒューズ見た？それからバッテリー大丈夫？燃料平気？ガソリンタンク腐ってない？キャブレターまでバラしてさ、全部いろいろ見たんだけどさ、最終的な原因ってなんてことなんだよな。これさ、プラグ一本死んでんじゃん。いやそのよとよと浜箱が横浜箱塚。